五国が対馬に襲来した。血も涙もなく、ただひたすらに暴虐だ。我が方は80、無勢なれど対馬の民を守らねばならない。今日俺はこの命を捨てる。船が海を覆っている。死を恐れるな、飲み込まれるぞ。習わし武勇誉れ、それが我らが道だ。我らこそ対馬の勇士、我らこそモロノフだ。では足立殿、奴らの息をくじいてまいれ。よよく聞け、腕に覚えのものあらば入れよ。なだチムニだ。我こそは足立春信、かの足立義信が五代の末裔なり。情け無用。さあかかれ、手を離せ、島を守れ、かかれ。さあ、あっ、いやあ、あっ、足立の姿たち、敵将を打ち取ろうだ。打ち取れ、敵将が引いた。仲間がこの命に代えても前進せねばなるまいさ。逃してなるものか、者ども続け。もう子供の新手だ、切り捨て。リチマンドスペウーカー
残された道は一つ、敵将を見つけ出し討ち取るのみ。最後までお供いたします。よく申した。来たぞ、あれが敵将。覚悟はできています。ここで決着をつけるぞ。Mongolskie psy!我が名はコトン、フビライのいとこ、チンギスの孫だ。聞け、お前は戦士だ。そうであろう。生涯を鍛錬に明け暮れ、勝てぬはずの戦にも全て打ち勝ってきたのだろう。だが己が刃を研ぐ間に我らの手はずは整った。学んだのだ、この国の言葉、しきたり、信仰、どの村を飼いならし焼き払うかをな。今一度己に問う、侍よ。我に下るか。Mongolskie psy. No witajcie tu, Karnaś, gra w traskopia.pl. Jak widzicie, gramy w Tsushima,
Nie mogłem się oprzeć jednak. Bygu wa nai, shokryo no mi. Dobra, bierz rzepę, chłopie. Rzepa dobra na wszystko. Dareka ga ore o mite kureta. Koko o hanare neba. もう子供誰かが俺をかくまってくれたその者がたちも Oddajcie moją katanę. Oczywiście, że poziom trudności łatwy.誰が歯を研いでおった武士か俺の鎧なら、ずば、モンゴボウヴィダミボブ Gdzie jest moja katana? Dawać moją katanę. No, grafika jest ładna, muszę przyznać.
Не забирай я пантеризу нигде. Но не мунудо. Юнатена. Тачи га хоши нара. Но правда. Цуйдуйде. どれほど寝ていた。数日、島の半分が乗っ取られちまったよ。Бедный монгол. ユノ、後にして。くそ、かがんで。で、ネグンベン。おいおいおい。サムライ。行く。ノニャ。スワビザミ忍者。ユノ。ラッキーか。くそ、かがんで。どうする？こっち。ちょっちょっか、ちょっちょっか。待って。うん。いいね。助けようなんて思わないで。民の命が。志村殿は行くそばにおられたか。地頭の知らない。ユナ、待て。志村殿は俺の叔父だ。あんたが堺陣か。地頭の甥の。して叔父上は生きておいでか。おそらくね。猛虎に囚われてるけど。場所はわかるか。東の海岸沿い。金田の木であろう。叔父上を捕らえたことで守りも手薄のはずだ。攻め入るなら今しかない。殺されるよ。だが無事にお助けすれば猛虎を打ち払うことができる。鎌倉に下踏みを送り、ご助力も超えよう。あんたが切られるのを見るために世話してやったわけじゃないよ。ではなぜ助けた。死なれちゃ困るからさ。手を貸してほしい。叔父上さえご無事なら対馬は助かる。俺にとっても唯一の身内。行くぞ。はいはい。何が望みだ。くぐって。うん。あそこにいて。今はこらえて行くよ。そうしておる。島中駆け回ってるよ。みんな奴隷にされたり通って。よし。よし。
荷車が今だ。早く。バンペイだ。屋根に登るしかない。屋根に登り戦場を漁るとは野党だな。その時いるものをもらうだけ。俺の太刀もか。太刀は食べ物と薬に変えた。なんだと。怒るな。相手を捕らえて取り戻してやれば。ティッシュが。空手じゃ心もとない。使えそうなものをもらっときな。盗めというのか。持ち主はとっくに死んでる。Dobra, dobra, biorę, biorę. Dawać ryż, dawać ryż. Kilo ryżu. いるか。まずいね。もうこれ見つかったんだ。日本でも俺の調べを立ちさえあれば。家の中に隠したのか。どこかにあるはず。Oddaj ci moją katanę。我が名は酒井仁、地頭である志村殿の甥。臆病ではない。お前にかなう者はいないな。だがまだまだ太刀に振り回されておる。稽古中です。父親の武具でか。これは酒井家の宝刀。戦を鎮め命を救った太刀だ。殴られたのか。いえ。身を守る術を教えてやろう。心得ています。刃を操るには何よりもまずその心を鎮めねばならんぞ。できます、叔父上。そうか。稽古の成果を見せてみろ。わしを撃ってみろ。はい、叔父上。さあ、撃ってこい。はいはい。わしに当ててみよう。よし、陣、撃ってこい。よろしい。さように戦えれば痣をつけられることもなかったな。不意をつかれたんです。ではその痣をつけた者が戻ってきたら、汚い手もためらわぬ相手からいかにして身を守る。そやつの目に砂を浴びせ鼻を折ります。それからめった打ちにしてやりましょう。それは誇りのない安き勝利だ。武士たる者、敵が卑劣であろうと自らは堕落することなく
己の義を貫け。まあ、忘れてはならぬぞ。はい、おじ上。ではわしの防御を崩せ。酒井仁が勇ある武士だと示してみよう。攻撃で防御を崩し、素早く打ち込む。攻撃で敵をひるませ、即撃で仕留め。やめよ、降参だ。加減しましたね。しておらん。太刀であったら、わしは死んでおった。嘘です。お前に嘘をつくものか。よし、次はわしの攻めを防いでみよう。手心を期するでないぞ。よし。よいぞ。疲れた。休みませんか。まだ終わってはおらんぞ。腹を据え、痛みに耐えてみせよ。よし。よし。よしよし。では受け流しを教えよう。わしの動きをしかと見ていろ。打ち込まれたらすかさず防げ。撃たれる寸前に受け流すのだ。覚えが早いぞ。焦ってはならん。立つしておるな。良い構えだ。休まれますか。お前の相手で息を切らすほど置いてはおらん。それでは槍が相手の稽古を始めよう。お、わしの槍をかわし、すかさず切り返してみよう。わしがついたら避けるのだ。よし、その息だ。良い切り返しだ。良いか。かわしたらすぐさま攻めろ。うまく避けたな。わずかな反撃の気を待ち、生かせ。どうだ、いかなる武具もいかなる兵も打ち破る手はある。ご指導、痛み入ります。終わってはおらぬぞ。さて陣よ、わしと刀比べをする気はあるか。あざができますよ。大口を叩くな。一つ賭けでもしよう。先に五本打った方が有限を決めるとする。ではタコにしましょう。うまいぞ、ジン。腕を上げたな。お見事です。はっ、腰に痛いよね。飯の前にあと一つだけ問おう。代々当家の武士は規律を守ってきた。何を重んじてきたか分かるか。主への忠義、己を律すること。あと申してみよう。誉れ、勇猛に戦い酒井の家を守ることです。それは父の言葉であろう。お前にとっての誉れとは。それは民を守ること。己を守れぬ者らを。お前は優しいな。だがまずは主に仕えながら皆に示すのだ。勇気と真偽と節制と。たやすく思えますか。行うは形だ。わしも日々苦心しておる。
しかし我らは規律を守ることで民の模範にならねばならん。もちろん武士にとってもな。それが誉れを売る道だ。ほう。Not your samurai. Oopsie. Not sure on that. いるかも。来て。騎兵だ。我が物顔で走ってる。馬屋はどこだ。燃えてる家の裏手さ。おいで。近づけそうだ。後ろから喉をかっ切れば静かに殺せる。誇りはないのか。道理に背くつもりはないぞ。ほうほう。来い鬼畜ども。なんだ。気じゃないだろうね。もう隠れんたちも取り返した。ちょっと待っそう。万兵だ。一人も逃がすでない。はい。ありがとうございます。お侍は皆死んだと聞きましたが。どこかにかくまってもらえ。小金寺に行こうと思います。よし、街道は避けよう。必ず息子を守るのだぞ。あんた無茶ばかりするね。あやつは戦えぬからな。それにこれ以上見殺しにはできぬ。あんたなら大勢を救える。弟が猛虎にさらわれた。だから俺を助けたのか。私にはあの子しかいない。叔父上がお待ちなのだ。頼む、高さへ戻ればそれでいいんだ。叔父上をお救いした後でいいのならば探してみよう。一緒に行くよ。馬屋はすぐそこだよ。こやつらは軍馬、浜に連れて行かなかった馬だ。命拾いしたね。運がいい。どの馬に乗りたい。どれがコニカービジネアね。ビルスか。
似合ってる。名をつけねばな。ノブ誠の心。人は城の中だね。壁は高くて越えられないね。騒ぎでも起こして忍び込んでみる。いや、大手門から入る。ハーンは足立殿を生きたまま焼き殺し、叔父上を恥ずかしめ、武士を皆殺しにした。この恥はすすがねばならぬ。正面から突っ込んだらお仲間と同じ目に遭うよ。猛虎もそう考えるだろう。だがこたびは俺が。私はここで待っておる。こっちへモンゴルスキップです。殿を返してもらうぞ。うんとんとしえうへ。モンゴルスキップ Fantastycznie się ty bije.
これ以上は無理だ。お主は戻れ。一人で逃げ道を探しておけ。叔父上を助けたらすぐに引く。馬も用意しとく。頼む。俺が戻らねば森に逃げろ。Halachin Akhtolna! Jee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 
界人、地頭である志村殿の甥だ。叔父上が受けた恥、すすぎに参った。陣、志村から己のことは聞いておるぞ、酒井陣。こやつに見せてやる。己が我に蹂躙されて情けを乞う姿をな。陣。さあどうする、酒井陣。大白門ご主人だっけ。私が見ておるぞ。諦めろ、酒井陣。黙れ、下道め。やめよ、くだれ。いともたやすく平和が戻るとおじに見せてやれ。死にたくはなかろう。なるぜ。Mongolski pies. Fugai nai. Mata shitemo. Chichi. Jin. Te o kazan ka. そろそろです。ああ、今参る。島中の者がお父上を弔いに来ております。皆を返してくれ。何をおっしゃいますか。若様が堺の家督なのですよ。ああ、お一人ではありませんよ。お父上は風となり導いてくださり、お母上は鳥となり見守ってくださいます。叔父上は、ご本人がお伝えくださいましょう。助かった、ユリ。酒井殿の息子とあらば、お前は我が子も同然だ。
父君は何よりも民を守られた。まことのもののふよ。全て私のせいです。ジン、それでも武士か。父上は私をかばって。息子を守るため戦で死んだのだ。無念はない。それがモノノフ。これからはお前が意志を継げ。あやつの魂はこの太刀に宿っておる。これを父と思え。わしの砦に来るがよい。迎え入れよう。今日は父に別れを告げろ。お導きください。頼むから。ユノ、ユノ、ジェン、どうだった。志村殿を見つけお助けしようとしたが、あえなくハーンに。叔父上は嘆いておろう。あんたが無事でよかったよ。
命を捨てても対馬を救うつもりが、今や猛虎に故郷を乗っ取られ、味方もいなくなった。自分より強い奴に負ける気持ち、わかるよ。情けないよね。でも、死んじまったら元も子もない。生き延びるためなら何だってやらなくちゃ。このまま再び母に挑んだとしても、帰り討ちに会うのは必要。他の手立てを考えねばなるまい。そうして志村殿を救い、故郷を取り戻そう。だったら私が。騎兵だ。ハーンの番犬だ。大勢で来る。まずい。隠れなきゃ。あんたを探してるんだ。馬が逃げちまったじゃないか。主の元に戻るようしつけてやれ。すごいな。猛虎はあんたを探してる。お主は逃げろ。俺が猛虎兵を引きつける。タカを助けるまでそばを離れるつもりはないよ。ではまず加勢を得ねばな。腕が立つといえば石川先生や足立政子殿、このお二人を。タカだって腕はいい。あの子を助ければ島で一番の鍛冶屋が味方につくんだ。城に忍び込める道具だって作れるよ。では壁を登れるようなものは。タカの腕なら挟めしまえさ。捕まった場所はケチのあたりだった。お主は先に行っておれ。後で向かおう。あの子は弱いから長くは持たない。ユナ、必ず弟は助ける。志村様も。Пердоля.
そんな。No dobra, na razie kończymy. Pierwsza godzina gry za nami. Naprawdę fajnie. Oprócz mnie na naszym kanale jeszcze gra kolega Rabes, więc on jest trochę dalej w fabule, więc też możecie sobie obejrzeć. Nie wiem, czy będę dalej nadawał. Może tak, zobaczymy. No, na razie trzymajcie się i zapraszamy na grastroskopia.pl, a gry sobie kupicie w sklepie norbit.pl. To trzymajcie się.